これマイク入ってます？あ、映像も来てる。あ、はい、了解です。では始めていきましょう。はい、 RTA in 真島をご覧の皆様こんにちは。今回解説を担当します真島です。奏者の方も真島なんですが、本人は作業中集中して喋れないとのことなので、私が解説していこうと思います。まずはじめにこのカテゴリーの簡単なルール説明をしていきたいと思います。扉ページキャラ1人エニーパーセントということで、これは本誌に掲載されるエデンズゼロの扉ページにキャラを1人書いて仕上げまで持っていくまでのリアルタイムアタックとなっています。エニーパーセントということで裏技やグリッチの使用が認められていますが、今回はそのような技は飛び出すのかも注目のポイントですね。現在このカテゴリー奏者が世界で1人だけですので、おのずと奏者の方が世界記録保持者となっております。皆さん今始めれば世界2位になれますので、ぜひ挑戦してください。そろそろ準備の方ができたようなので始めていきましょうかね。カウントダウンを開始して枠線の開始地点がクリックされた時点でタイマースタートとなります。では行きましょう。3、2、1、スタート。グッドラックです。ここで少しこの作品について解説していこうと思います。これは一人の少年シキが宇宙のどこかにいる巨大な女性マザーを探すという冒険活劇となっております。真島作品では異例の SF、 そしてダークファンタジーの側面を持つ意欲作であります。今回描いているキャラはヒロインのレベッカといって、動画配信者として有名になることを夢見てシキと一緒に宇宙を冒険することになります。 RTA ということで、おそらく下書きを書かずにペン入れに入るのではないかと思っていたのですが、ここは安定を取ってきましたね。まあやはりこれは本誌に載せるイラストということで、そこはクオリティと安定を取らざるを得ない状況でしょうか。その辺は奏者のナイス判断だと思います。おっと、そうしてる間に下書きが終わり、レイヤーを新しく作成しペン入れに入ります。まずは輪郭からです。この作者は主に輪郭からキャラを描くことが多いのですが、今回もこれは輪郭から描いているということで、いつも通りの描き方、やはりここも安定をとっています。さあ、そしてペンの線を何度も描いては消して、何度も描いては消して、これはアナログ時代にはなかったデジタルの描き方あるあるです。アナログ時代は一発描き、まさに一筆入魂、全ての全神経を一本の線に集中して描いていたあの頃とは全然違います。今は何度も何度も線を描いては消して、描いては消して、正解の線を見つけていく作業、やり直しの効かない人生からループモノの主人公になったかのような献身でございます。ただいま目の作画に入っております。目というのは顔の中でもとても重要なパーツであるために、ここは緊張と焦りがうかがえます。さあ、ここはどうでしょう。目の中を塗っていますね。だいぶ早いタイムで片方の目は描き上がったんではないでしょうか。そして左目に入ります。目というのは双方の目のバランスによってとてもおかしくなったりしてしまうので、ここは重要なポイントでありますね。さあ、現在左目を描いております。おっと、ここでミスが出ました。大丈夫でしょうか。いや、しかし今のは大したロスにはならないでしょう。 0.5 秒ぐらいでしょうか。さあ、そして左目が完成しています。ベタ塗りツールでポーンと一気にベタを塗る、これこそデジタルの醍醐味。そして左目の中を塗っています。鼻、続いて口です。鼻と口はとてもスムーズに描けているようですね。一発で描けております。素晴らしい。そして眉毛に入ります。眉毛も一瞬で描きました。ここから髪の毛になってくるんですが、私の見た感じですね、下書きの段階で髪の毛のボリュームが少し足りないように感じております。この辺をペンでどうリカバリーしてくるのかも注目のポイントでございます。さあ、そう言ってるうちに前髪の方の作画に入っております。前髪は顔にかかる部分なので、丁寧かつ緻密な描画が要求されます。続いてサイドを描いていきます。ここはそんなに時間のかからない場所でしょう。さあ、いよいよ髪の毛のボリュームに差し掛かります。私が見た感じ、ここのボリューム感がですね、下書きとペンでどう変えてくるのか、ペンでリカバリーできるのか、その辺が注目したいところでございます。おっと、しかしこれはリカバリーできているようですね。あ、素晴らしいです。リカバリー成功です。
髪の毛のボリュームリカバリー成功しました。そして体もラインに入っていきます。さて、これはちょっと下書きの段階でも思っていたんですが、だいぶ荒技を使うようですね。時間短縮のために、これまさかと思うんですけども、プロ漫画家にあるまじき大技が出そうですね。さあちょっとね、 2% ということでそれも、許容されてはいるんですが、どうなることでしょうか。今後ろ髪のあたりを書いております。ここは丁寧な作業が要求される場所です。集中しております。ここで思い出したかのように目の細部を塗っています。頬のテカリ。さあ、なんでこのタイミングで目を描いているのか分かりませんが、きっと思い出したのでしょう。続いて髪の毛、肩のライン。あ、そしてやっぱりそうですね、これはやっぱりこれは私の思った通り、服を全部ベタにするつもりです。これは良くない、良くないけど 2% なのでありです。服を全部ベタにすることによってものすごいタイムの短縮を図ろうという作戦のようです。さあ、うまくいくか、どうなんだ、うまくいくか。さあ、これで、あ、ここで痛恨のミスです。はい、下書きレイヤーを下書きに設定するのを忘れております。今のはでかいタイムロスですね。大丈夫か、これはリカバリーできるのか。服は全部ベタで塗りつぶして一瞬で服の完成。なんというクオリティの低さ。これで服と言い張る。なんという横着物。そして髪の毛の後ろの方を塗っていきます。はい、綺麗に塗っていきますね。髪の毛の後ろの方を綺麗に描いております。はい、ウェーブしてる髪なので流れるように描けるのがポイントです。さあ、そして向こうの方の髪も描いて、そろそろキャラが出来上がる頃ですかね。ここまでで約5分くらい、まあまあのタイムではないでしょうか。さて、ただこれではさすがにクオリティが低すぎると判断したのか、おっと、服に文字を書いていますね。これはね、ちょっと RTA ではね、あまりやってはいけないと思うんですけども、見せプレイですかね。まあさすがにまぶたは良くないと判断したんでしょう、プロとして。なのでここは少しね、文字を書いて、おっと、しかも失敗している。これはとんでもないタイムロスだ。大丈夫か。さあ、なかなか胸の膨らみに合わせて文字が書けない。さあ、できたかな、これで出来上がった。おっと、少しここで、はい、体のボディラインを強調してまべたなのにまべたじゃないように見せかける小賢しいテクニックを使っています。さあ、そしてここから背景に入るでしょうか。はい、背景はなんと下書きなしで書いているようです。これはもう RTA としては当然ですね。しかも本人が一番書きやすいとしている自然物で攻めていこうという考えでしょうか。おそらくこれは岩場ですね。岩を書いて、多分本人がね、一番早く描けるであろう岩輪を描いて背景だとするつもりのようです。あざといですね。さすがにね、ここでパースバリバリの街中を描いたらとんでもない時間がかかってしまいます。なので今回は RTA2% ということで、自然物、めちゃくちゃ描きやすい自然物を選んでいます。さあさあ、どんどん自然物が完成していきます。いや、早いですね。下書きがされてない割にはだいぶ早く進んでいると思います。ただこの時間、視聴者の方にとってはとても退屈な時間になっていると思います。皆さん辛抱してください。もう少しで完成すると思います。背景にやっぱ自然物を選ぶのは RTA の基本ですかね。一応このカテゴリーではですね、背景を、トーン一色とかね、パターン一色というのは禁止されています。なので何かしら背景を描かなければなりません。簡単な地平線でもいいんですけども、そこはプロのプライドが許さないのか、岩場を描いております。おっと、ここで茂みのようなものを描いております。はい、これはちょっとね、茂みというものは時間がかかってしまうんですが、どうでしょう。ちょっとこれは判断ミスのように感じますけども、はい、茂みを描いています。これはちょっと判断ミスですかね。おそらくこれ1個でやめるでしょうね。おそらく茂みを描こうとは考えていたんでしょうけど、はい、やっぱり1個でやめましたね。これは判断ミスです。はい、茂みをたくさん描こうとするとそれはかなりのタイムロスになると思うので、これは茂み1個でやめるという判断にしました。背景は解説するべきポイントが少ないので、ここで1つこのキャラの補足説明をします。レベッカ・ブルーガーデン、推定16歳、現在上半身しか映っていませんが、公式設定では足が綺麗なキャラとなっております。奏者のマシマも足フェチだと聞いておりまして、
今度は足の絵の RTA をやると言ってましたが、マニアックすぎるので却下しようと思います。そうこう言ってるうちにだいぶ背景が出来上がってきました。車線で投影をごまかしています。本来ならここはもうちょっと書き込むとこではあると思うんですけども、車線でごまかしております。これが手抜きか、いや車線の底力と言ってほしい。次は何をする、あ、雲を描いています。はい、ちょっとこれだけでは寂しいと判断したのか雲を描いております。たくさんの雲を描くとそれだけで時間のロスになるが、どうやら下の方だけ雲を描いておしまいにするようですね。はい、そしてほぼほぼ完成したんですが、ここから何をするんでしょうか。ちょっと注目しましょう。あ、どうやらトーンを貼るようですね。はい、さすがにちょっとこのままではクオリティが低すぎると判断したのか、トーンを貼ることにしているようです。ちょっとここで、境界のミスをしてます。はい、はい、ここに一旦トーンを貼って、これを、メインにトーン、あーっと、またミスりました。ちょっとここに来て少し焦りが出ているように感じます。さて、ここからどうリカバリーするか。あっと、また失敗。これはでかいタイムロスか。はい、そしてサク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 塗っていかれます。これでもう背景はほぼほぼ完成でしょう。ただこのままでは寂しいと判断してでしょう。おそらく人物も塗るんじゃないかなと思っております。あ、塗ってますね、人物も。はい、今人物の影もトーン塗っております。はい、しかもこれ投げ縄塗りで塗ってますね。めちゃくちゃ早い方法で塗ってます。そしてちょっとここで見づらさを気づいて、トーンの色を変えてます。一旦水色にすることでトーンの境界線が分かりやすくなるという手法ですね。これ本来から使ってる技でございます。はい、そしてもうだいぶ完成に近づいてきました。はい、これで完成です。タイマーストップです。はい、お疲れ様でした。タイムは10分50秒。目標タイム10分ということだったらしいんですけどね、わずかにオーバーしてしまいました。惜しいですね。あ、ちょっとね、完走した感想を聞いてみましょう。はいはい、なるほど。あー、そうですね。はい、途中の下書き設定忘れがなければ10分切れていたと思うので少し悔しいですが、まあまあのタイムで満足しているとのことですね。次回はぜひ10分切りを目指してください。解説者目線ですと服の文字に手間取ってるように見えましたが、ベタならベタで潔くそのままにしておけばタイム短縮ができたのではないかとも思いましたが、いやー、それでも見事な走りでした。最後に告知などありますでしょうか。はいはい、あ、そうですか。マシマが足フェチというのは語弊があるので訂正していただきたいそうです。失礼しました、訂正させていただきます。というわけで今回はこの辺にしておきましょう。それでは皆さん、また次回をお楽しみに。じゃあねー。